今日はスパゲッティアレルバーナを作っていきたいと思います。今日はスパゲッティアレルバーナ、エルバ島のスパゲッティになるんですけども、まあ、この料理は僕が働いたチブレオでもうずっと作り続けた料理の一つではあるんですけども、まあ、特徴としてはこのトンのマグロですよね、使うんですけど、その魚介に合わせてアンチョビのうまみとニンニクと唐辛子、あとレモンの皮を、スポルタリリモネっていうんですけども、レモンの皮のちょっとアロマだったり、そのミントの香りだったり仕上げにのせて、でトマトソースもトマトを少しだけ少量のトマトにして、ただその全体のバランスを非常に取るようなパスタで、非常にその食べ続けられる食欲の増すようなパスタで、まあ、今回はこの本当にまあ、懐かしい思い出も感じながら作っていきたいと思います。はい、では作っていきますね。まあ、今日はこのスパゲッティアレルバーナ、まあ、調理工程的にかなり早いパスタなので、もう先にパスタを茹で上げて、最初にまあいつも通りお塩ですよね、塩をまあ 1% ぐらいのしっかりした塩分で茹でてあげるのをお勧めします。しっかり溶けるのを待って、ではパスタを茹でていきますね。今回このスパゲッティに、要は太めのスパゲッティを使うんですけれども、まあ、お好みのパスタ、スパゲッティ、もちろんショートパスタでも相性がいいので作ってあげればいいかなと思います。はい、ではニンニクを皮をむいて切って炒めていきますね。ちょっと目が青いので目も外しちゃいますね。芯ですよね。じゃあニンニクを刻んでフライパンに オリーブオイルですね、炒めていきます。じゃあニンニクをこう弱火でふつふつ加熱してあげる感じですよね。でゆっくり加熱してあげながら、この唐辛子と刻んで手でちぎって入れますね。もちろん包丁で刻んでも全然大丈夫です。で唐辛子の色がファッと鮮やかな色になるので、そこにアンチョビを入れて、ちょっとこうアンチョビを溶かしてあげる感じですよね。もうアンチョビはその熱いあったかいオイルの中に入れたらゆっくり溶けていくので、まあ弱火でしっかり炒めてあげる感じですよね。これぐらい溶けたら、ここにもうトマト缶ですよね、これをだいたい半量の量でちょっと入れてあげて、でこう潰しながらソースにしてあげる感じですね。でもしここで皮とか硬そうなところがないかしっかり確認してあげて、でこのまま加熱していく感じですね。潰しながら、でもしちょっと硬そうだなと思ったところ、例えばこういうちょっと青いところですよね、ちょっと取り外して、例えばブロードとかに使ってあげたらいいかなと思います。で、このまま弱火でちょっと加熱してあげる感じですよね。で、ここでもし水分が飛びそうなら、気持ち お水を入れて水分を補ってあげるといいと思います。では、ここにレモンの皮とミントがあるんですけど、まあ、大体そうですね、1人前で大体
グラム数っていうのは難しいですよね。本当に2かけぐらい、要はこのレモンの皮で香りをつけてあげる感じですよね。それでまあこの白い部分をしっかり取ってあげるのがポイントですよね。この白い部分がどうしてもこう苦味だったりつながるので、しっかり皮の黄色いところだけを使ってあげるのがおすすめです。でこのレモンの皮を刻んでいきますね。刻むというよりまあ千切りって感じでしょうか。で結構このレモンのその皮があんまりこう細すぎないように、要はこれを噛むことによってそのレモンの香りが広がるんですよね。なのでこれをここにお皿に移しておいて、でそれと同様にこのミントの葉っぱ、これも非常にこう爽やかな香りが出るのでこう千切りにしてあげる感じですよね。で葉物を切るときはいつもお伝えしてるんですけど、必ずこう断ち切ってあげる、要はこれを潰して水を出しちゃうと色が黒ずんでなおかつ香りが抜けちゃうんですよね。なので優しく切ってあげるのをおすすめします。でソースがだいぶ水分が飛んだので、ここにちょっと分量外のお水を入れてちょっと水分を補ってあげる感じですよね。でここにこのトンのマグロ缶ですよね、を、まあ、こう切ってあげて、まあ、具材としてってことですよね。こうザクザクと切ってこれも移しておきますね。で全ての素材をパスタを合わせて最後に合わせてあげて、まあ、具材として残してあげるってことですよね。でこのイタリアンパセリも同様に刻んで置いておきます、まあ、よく言うクッチーナエスプレッソですよね。もうその場でパスタを茹でてどんどん作っていくような調理法ですよね。これもイタリアンパセリも刻んで一緒にここに合わせておきます。はい、ではパスタの硬さがちょうどいい茹で加減になったら入れてあげて、でそれと同時にこのソースも温めていきますね。でしっかり水気を切って、こちらの温度が上がったところに合わせていきますね。合わせていきます。でここで結構重要なポイントとして、このソースの水分をある程度ここで火切っちゃうんですけど、ある程度潤った状態、これが乾いた状態だとこのあとこのマグロポンのを入れると水分を持っていかれるんですよね。だからしっかりとした水分量を補ってあげつつ、まあ、調整してあげるのがいいですよね。油分と水分をしっかり補って、でそこに最後にこの先ほど切ったこのハーブですよね、プレッツェルとレモンのパーとミントをさっと合わせて、それで盛り付ける感じですね。最後味見をして、ちょうどいい塩分で盛り付けていきます。はい、じゃあ盛り付けていきますね。はい、ではこれで完成です。スパゲッティアラエルバーナですね。